いやー念願の師団長に就任したぞ。さてどんな部隊を指揮できる。なんなんだ。なんでリトアニア人が国防軍人だよ。法律はどうなってんだ。法律はお前ら禁じられたし、アリア人を兵器で使ってんじゃねえか。分かってんのか。秩序が悪くなったのは義勇兵に甘えたせいだろうが、レント高えのかよ。そったれ。はあ、北斎これ契約詐欺だろ。指示書アットよーし、バックれるか。で、どこのパルチザンを殲滅すればいいんだ。人手足りんから前線勤務だぞ。おい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 、正気か。ってことで、あとはよろしく。やばい、帰りたい。とりあえず最低限の陣地だけ維持して援軍を待つか。左翼は無視。どうせ中央から突っ込んでくるだろうから、村の出口で血祭りにあげてやる。というかさ、これ装備の8割がロシア産だぞ。どこの軍隊だよこれ。よし、目論見通り突っ込んできたな。撃て撃て、全員血祭りにあげろ。こりゃ先遣隊は全滅だな。おっと、赤色空軍のお出ましか。残念ながら対空砲護門もあるんだ。生きて帰れると思うなよ。なにが空飛ぶ陶器かだ、バーカ。もう一機来たけど、お前も同じやぞ。戦力の蓄次投入は握手だって、それ一番言われてるから。まあ、とりあえず敵砲兵が鬱陶しいから、砲兵で対砲兵射撃させて。ちょっと待って。あかん、こいつはまずいって言ってる。そばから対空砲がやられた。いける、太ってあいつをやってくれ。じゃないとあれ一両で全滅する。やったぜ。うわ、今度は T34 2両かよ。よし、ルフトアップもっかい行ってこい。いや、もったいね。ああ、対戦車兵器が足りねえ。さあ、パック40対 T3485 爆死にかける。引き分け。おかげで時間は稼げたぞ。行ってこい、パンサー。頑張れー。死んだわ。いや、まあ初期型だし、しゃあない。ちゃんとしたパンサー行ってこい。いや、やっぱダメかもしれん。榴弾砲直射するとか、どんな教育受けてんだよ。一両撃破したところでなぁ、一ダース送られてくるだけだし。というか、現にクソカス自走砲が3両くらい見えるんだが。モルヒネ空軍も出したり、アナーチーズが量産されるし、戦車を出す余裕もないなぁ。よし、もっとリトアニア人を送るか。お前ら行ってこい。一人ロシア人10人殺すまで帰ってくるなよ。おい、カメラ止めろ。なんで2両も戦車がいるんだよ。さっさと森の中に逃げろ。あ、勝ったわ。いや、これ勝ちか。まあいいや、これで昇進間違いなしだろ。